行機に乗って散歩をすることになりました。カット編集で飛ばせるが、文明の鉄理に触れるのも悪くはないな。うむ、どうした。ウームなら反対方向だぞ。いや、上空に何か違和感を感じるもので。それはアルパカですね。現在、飛行機よりさらに上空、オゾン層にて浮遊するアルパカの体温を観測しています。アルパカ、だと、不穏であるな。何か攻撃的な意志を感じる。アルパカイコール攻撃的な意志って、それアルパカに失礼じゃない。何があった？状況解説。アルパカからの攻撃を食らいました。中国ギガ重要の熱戦です。飛行機の大事なところをやられたので墜落しそうです。つまり脱出しろということであるな。あっ、このままだと海に叩きつけられて力尽きるな。いや、お前飛べるだろ。問題ないだろ。忘れた。仕方がありませんね。解説、連れて行ってくれるの？操縦棍でセルレギオスを狩るのです。こんな時に何を言っているのだ。空中での立ち回りが得意な操縦棍と、空の王者に匹敵する機動力を持つセルレギオス、この二つが組み合わされば、カニカマさんも飛行方法を思い出すと思います。なるほど、ネットやってみようではないか。最近の一言、スポンジ。いやー、サンブレイクになってからは起炎板状やめようかなって思ったのだ。やめられない事情とはなんだ。簡潔に答えるんだ。エルガドでも起炎板状は流行ってた。なんだと。よきことではありませんか。カムラの存在が世界中のものになっているのです。それは結構なことなのであるけれど、それによって私は再び起炎板状を貫かなければならなくなった。そんなの別に誰かが決めているわけじゃないだろ。決めているのだ。誰が。絶対決めた。なんで。あの文字通り、小さな小娘がクエスト受注すると毎回起炎板状するから私の心理に焼き付いてしまうのだ。というわけで起炎板状、早速空中で操縦棍たぎっていくぜ。方向を踏み台にしたか。幸先良いな。まだまだ終わらないぞ。今度は足を踏み台にする。そして操縦切りで一発化してから空中回避で微調整を行い、購入さらにサラダと味噌の薬草です。なるほど、そうだったのか。そんな味噌と色合いが似ているセルレギオスの怒りの方向をダブルクロスより高速時間が伸びててスマッとくる。スマ、ほんの少しイラッとくる。マイルドな表現です。なるほど、ネット。怒り状態でも手の内は読めるのだ。分今サイドステップしたな。その後2連足ぐりぐり攻撃してくるのは読めている。2連だから2回目を空中回避でかわして、操縦切りで急接近して出力高めて、位置取り整えて、こういうタンポポー。タンポポ、舌を意味するタンポ、ラー油破壊兵器を意味するポポを組み合わせた造語です。なるほど、ネット。見てください、飛んでます。飛んでるな。飛んでるってことはこういうを差し込むんだ。そう、その通りだと思ったか。どうか操縦が続きだよ。操縦棍の張り技だな。今は直線足ぶりぶり攻撃の合図、つま先は踏みつけるものだ。痛いですよ。そして眼球に向かって操縦切り、痛いですよ。さらに愛と命を乗せた大いなる交流だ。これが絆の力だ。あー、大丈夫かお前。ちょっと脳が破壊されただけだから大丈夫。あー、あれは図が高い急降下キック。セルレギオスの中でも2番目くらいに強い技だ。微妙なラインだな。猛スピードで突っ込んでくるから避けるのは非常に困難だから、今が良いではないか。おっと、これで終わりではないぞ。一発操縦切りで組みつけて、二発組みつけて、最高出力の購入。硬い分に当たってしまいましたね。なんでだ。なんでって、狙いが悪かっただけだろ。至極真っ当な日本語はやめた方が良いと思う。なんで。日本語が苦手な宇宙人が見て不快感を起こすだろう。まず地球人のこと考えた方が良いぞ。交流によりセルレギオスがそういう待機状態です。これが今作の操縦棍の攻め方。ダウン中の相手にひたすら操縦切りを繰り返し、出力を一気に上げて交流を叩き込む。最大出力の交流が狙いやすくなったのか。その通り。この絵面を反転ドリル交流と名付けるべきか、ホッピング交流と名付けるべきか迷いどころ。やはり大きさを重視しましょう。ホッピング交流だな。反転ドリル交流もかっこいいではないか。まあ、このように本作で操縦棍はさらに飛び回れるようになった。すみますね。まだ着地しないよ。その後飛び火飛びが来るの知ってるからね。だから事前に真下に操縦するね。かかったな。たわけだ。これで武闘跳躍3回。最大出力交流だ。いやー気持ちいいっす。実際のところここまでホッピングしているのはカニカマさんくらいでしょうけれども。エッチ効率なの。まだ検証中ですが、正直ホッピングは強いもん。そうじゃないもん。トトロに検証してもらうんだな。いやできないでしょ。おっと、その技は何度もすすったぜ。さっきも見せたからね。もう一度見せよう。飛び火下げりが来るから事前に真下目がけて操縦切り。残念だったな。そして何もしなかった。なんで。トトロが邪魔した。嘘つくな。嘘だもん。武闘跳躍を3回したのに操縦切りをしてしまったのですね。過ちをトトロのせいにしつつ、ホッピング交流始めるぞ。さあ次の操縦切りで3回目。ホッピング最大出力くらえ。最大出力の割にはあまりダメージ高くないな。当たりどころが悪かったですね。しっかり弱点を狙わないと。最大の弱点タンクを狙うのは難しい分。違います。文具品の妖精として表現が適切でなかったか。違います。なんだと。今作のセルレギオスは頭部が最大の弱点です。先ほどの交流で狙えたと思われますが。そんなことは知っていたよ。ではなぜ狙わなかったのです。ぼーっとしていたからさ。集中力を鍛えてください。集中力を。集中力には自信があるよ。今の話の流れでそれが言えることに驚きだ。寝ぼけている時の集中力がすごいのだ。それがぼーっとしているだけではありませんか。変にこうしてセルレギオスの空中攻撃にこちらも空中攻撃を合わせている。完全に読まれてしまっているね。大いなる集中力だね。赤く色にダウンも取るよ。良い調子ですね。現在の気持ちを表してください。バードストライクのごとし空中の縄張り争いで上下運動が興奮している。集中力を鍛えてください。集中力を。興奮は集中力を鈍らせますよ。交流をして落ち着こう。ふぅ。
最大出力興奮は気持ちが乗るな。落ち着いてください。いやしかし、古風な興奮が抑えられないほど、セルレリオスは楽しいよ。ここまでぴょんぴょん飛び回れるモンスターはあまりいない。一部機種はかなり低いらしいけれど、とにかく動き回り、ハンターと距離も取るモンスターですからね。激しい動きで人をからかう割に面と向かって話すのは苦手で距離を取りたがる、現実にいたら面白いタイプってわけだね。そんな奴いるのか。嘘じゃないもん。うるせえトトロ。私は加工初心だ。地面との接触まであと約3分。どうだ、話が口が湧いてきてるか。うん、もしかしたら湧いてるでないの。知らないけれど、適当な返答つらいな。逆にどうやって答えるのだ。そしてその蹴りは何度も見た。かっこいいけれどモーションが大振りすぎる。私の隙のないとビデリオンに奪い、テンレリオスの体勢が崩れましたよ。おっしょしかって空中こそ我が縄張り。そりゃふってへへ、テンレリオス、空中の争いにおいては私の方が上手であったな。よくできました、お疲れ様でした。タイムは4分。まだ海面に衝突するまで余裕がありますね。これで飛行方法を思い出せれば良いんだがな。問題ない。操縦棍の跳躍力、テンレリオスの飛行能力、これらが私の能力を蘇らせた。そういえば浮遊するアルパカの対処はどうしましょう。今僕忘ればおとなしくなるでしょ。